上のストレート開始してみよう。はい、こんにちは。今回は絶対王者が負けるはずのない試合に KO 負けを喫した試合を紹介いたします。ロジャー・メイウェザーはフロイド・メイウェザー・ジュニアの叔父にあたり、引退後は長らくフロイド・メイウェザー・ジュニアのトレーナーを務めていました。ロジャー・メイウェザーもやはりテクニシャンで、15戦目にサムエル・フェラノを破って WBA 世界スーパーフェザー級王座を獲得しました。ロジャー・メイウェザーは世界王座から陥落し、階級を上げて1986年3月フレディ・ペンドルトンと対戦しました。ロジャー・メイウェザーは身長は171センチですが、リーチが187センチもあり、長いリーチから切れ味抜群の強打を繰り出し、ブラックマンバーと恐れられておりました。対戦者のペンドルトンはここまで13勝13敗1分けの戦績で、完全にカマフェイヌとして見られていました。しかしペンドルトンの対戦相手はフランキー・ランドールをはじめ全勝のボクサーが多く、恐れを知らないボクサーと呼ばれておりました。試合はお互いスピードがあり、ハイレベルな展開の中、第6ラウンドにペンドルトンがロジャー・メイウェザーの放ったアッパーをかわした後、強烈なワンツーを炸裂させ、追撃の連打を放って元世界王者をマットに沈めました。ペンドルトンはロジャー・メイウェザーを KO した7年後、 IBF 世界ライト級王座決定戦をトレーシー・フパンと行いました。ペンドルトンはロジャー・メイウェザーを破った後、勝ち星を積み重ねましたが、負け数はすでに17敗に達しており、一方対戦相手のトレーシー・フパンは27勝1敗1分けの素晴らしい戦績でした。しかし経験豊富なペンドルトンが試合を優位に進め、54戦目にして世界王座につきました。日本人初の世界王者の白井さんが世界王座から陥落して8年経過し、1962年10月19歳のファイティング原田さんが世界フライ級王者ポーン・キングピッチに挑戦しました。当時は階級も少なく団体が一つだけだったため、世界王者は10人ほどしかいなかったことや、19歳の原田さんが絶対王者のパスカル・ペレスを破った経験豊富な世界王者に勝てないと下馬評では圧倒的に不利とされておりました。しかし原田さんは圧倒的なスタミナと手数を武器に、序盤からラッシュ戦法を敢行し、テクニシャンの王者を圧倒し、11ラウンドについに大国初の世界王者からダウンを奪いました。
を得ません。しばらくはご覧いただきましょう。その後、春田さんは世界王座から陥落し、階級をバンタム級に上げて、1963年9月、ホセ・メデルと対戦しました。春田さんは序盤からラッシュ戦法を敢行し、一方的に攻めていきましたが、メデルは防御が巧みで、一見滅多打ちされているように映りましたが、クリーンヒットは許さなかったのです。迎えた第6ラウンド、それまであまり手を出さなかったメデルがロープ際に誘って打ち合いに出ました。そしてカウンターパンチを数発ヒットさせると、春田さんは前のめりに崩れました。ダウン、ダウン、ダウン、カウント5、カウント8です。先頭再開。今度は原田も打ち返した。しかしダメ、ダメです。もうダメですね。セブン、エイト、ちょっと引きずり倒しました。ダウンです。3度目のダウンです。カウント4、5、8、カウント8、ついに3度目のダウン。テクニカルノックアウトです。3回1つのラウンドで倒れまして、ジョー・メデルのロープギアの馬術に引っかかりました。はい、ジュニアポイズン・ジョーンズ。元 WBA 世界バンタム級王者のジュニア・ジョーンズは、世界王座から陥落した後、ダリル・ピンクニーと戦いました。ピンクニーの戦績は18勝18敗と、再び世界を目指すジョーンズにとって楽な相手と思われておりました。リーチがあり懐の深いジョーンズは序盤ピンクニーを翻弄しましたが、迎えた第3ラウンド、筋肉の塊のピンクニーが右フックをヒットさせると、元王者はダウンを喫しました。元王者ジョーンズは起き上がりましたが、ピンクニーの追撃を食らってもつれたところ、レフリーが試合をストップしました。ジュニア・ジョーンズ is done. Oh man! Hands in front of Marquez and doesn't really attempt to box. His game plan certainly has gone out the window. There's a left hand and he knocks.元 WBA 世界バンタム級王者のジュニア・ジョーンズは、階級を上げて1996年11月 WBO 世界スーパーバンタム級王者マルコ・アントニオ・バレラに挑戦しました。ジョーンズはピンクニーに KO されてから終わった選手とみられ、43戦全勝、 31KO、 そして8連続防衛中の絶対王者バレラに勝てないと思われていました。43戦全勝の絶対王者バレラは、この試合の時は22歳ということもあり、攻撃を重視したスタイルでジョーンズのパンチをたびたび被弾しました。迎えた第5ラウンド、打ち合いの最中、ジョーンズの強烈な毒針がバレラに突き刺さり、絶対王者がダウンを喫しました。絶対王者バレラは立ち上がりましたが、
ジョーンズはすぐに追撃しダウンを追加したのですが、バレラのセコンドがリングに上がったため反則となり、ジョーンズが実質 KO 勝利で大番狂わせを起こし2階級制覇を達成しました。